さあ、ではですね、続きまして、イベントのね、ご紹介をしたいと思うんですよ。はい。今週いろんなイベントがあるんですが、そうですね。はい。一つだけ言おう。一つだけ言おう。はい。3月の16日日曜日、はい、ライブ館3階の学友ホール、はいはいはい、まさにね、先ほど演奏会がね、あった場所ですが、はい、ギタリスタス日本サロンコンサートというね、コンサートがあります。はい、まあ普段はね、あの我々学生のね、コンサートを主に紹介しているんですが、はい、ですね、今回は理由がありまして、理由は、こちらのコンサートをね、実は紹介したいと思います。はい、ギタリスタス日本といえば、はい、先生方ですよね。その通りなんですよ。はい、夜サロンコンサートなんですが、ですね、はいはい、そこにですね、はい、なんとこのマネージャーが出演します。おやすタイム、イエーイ。鈴木先生もね、出ますよね。あ、マネージャーが出ます。マネージャー、ちなみに何弾かれるんですか？バリオスです。あ、バリオス、いいですね。さあ、バリオス、しかもね、独奏ですよ。独奏ですよ。マネージャー独奏、いいじゃないですよね。いいじゃないですか。いやー、バリオスの人はね、なんか緊張してきた。まだまだ日曜日、今から緊張して、あと何日あるっていうの。いや、こう考えるんですよ、ね、考えちゃうね。本番まであと何日だっつって、調整ってすごい大変。素晴らしいね、そうですよね、体調管理から。いや、そうね、やっぱりね、前の日はお酒を飲まないとかね。あ、そっか、うん、そうですね。とかね、そういうのもね、寝る時間とかもね、はい、ありますからね。もう大変ですからね。はい、あ、ソーシャルスタディ、おお、今日バンバン来ますね。ではですが、いいですか、はい、いいですか、はい、滝、もう聞いてください、ちゃんと、はい、いきますよ、はい、シタールありますか。はい、来てます、大人気です、来てます。そしてもう一方、もう一方、はい、シタール弾いてほしい。まあ、マネージャーとしてはやっぱりね、シタール、これやっぱり期待してる方多いんですよ。すっかり定着した感があっていいね。いいですね、マネージャーイコールシタールみたいなね。いいですね、すごいよ。だってさ、なんとなくさ、こうさ、本当に なんて分かる、はい、リアルなんですよ。シタールありますか。リアルなんですよ。もう本当に思ってるんかね。そうだね、なるほど、ないの今日みたいな。そう、そんな感じ。もちろんありますよねぐらいの感じでね、いただいて、もうありがとう、ありがとうございます。本当にただありません。シタールがすいません。次回こそはね、はい、あれ、次回はぜひね、シタール弾いてもらえるかもしれません。はい、まあ、あの、きっと要望が多ければ、そうそうそう、ね、あの、やってくれるかもしれないんで、もしかしたら単独ライブとかね、あるかもしれないんで、なるかもしれない。ちょっと全部じゃんね、はい、ご要望ください。どんどん来てください。はい、お願いします。いやいやいや、いいなぁ、こうやってキャッチボールができるといいね。いいですね、面白いね。面白いね。ということで、ぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。はい、お願いします。さあ、続きまして、はい、やはりね、はい、春がやってきた、いやいやいや、ということなんですよ。いやいやいや。そうです、いやいやいや、いやいやいや、ね、いやいやいや、なんかやってくるたびに言わなきゃダメ。あ、やってくるたびに、そうなんです、なるほどね。タッケーがやってきた、いやいやいや。シタールを持ってやってきた、いやいやいや。そういう感じ。さすが、ね、OK、掴みました。ということで、新入生をやっぱり獲得しなきゃいけない、はい、新入部員 ね、新入部時期になります。そこでだ、ね、そこで来週はこの、ギターアンサンブル、はい、はい、ラムネっていうね、おー、ラムネ有名な、あのグループがおりますが、はいはい、実はそのラムネのね、メンバーにですね、ちょっと来ていただこうかなと。あ、本当ですか。思いまして、またしてもゲスト。そうなんですよ。ただね、もちろん、夜ですから放送は、はい、まあ収録です。そうですね。ね、ラムネといえばね、中高生ですね。そうなんです。ですからね、そうそうそう、現役の人たちと、そういうことよ、卒業した人たちが、ね、そういうことですね。あの、M ステに出れない、出れないジャニーズみたいな、そういう感じなんですよ。あー、なるほど、なるほど。そうなんです。なので、なのでですよ。はい、なので、ぜひぜひね、こちらね、ゲストとしてお呼びしたいかなと思っておりますので、はい、いやー、楽しみですね。はい、ぜひ、まあ、誰が来るかは全然わかんないんですけど、はい、はい、まあ、見てのお楽しみですよ。うん、はい、これはまたね、またあれですよ、あの、練習してるとこ捕まえてくるんかもしれないね。かもしれないなので、そうそうそう、こうご期待でございます、ね、はい、それは楽しみな、はい、ということで、はい、じゃあ、はい、今日もね、楽しくお届けしてまいりました。
まだ次回、この時間にお会いしたいと思います。2週間後ですね、はい、2週間後にお会いしましょう、はい、ラムネが来ますよ、ラムネ来ますよ。はい、お相手はトムと、マネージャーの竹下と、はい、ヒラウィン山岡達也でお送りいたしました。それでは皆さん、さようなら。